まずね、全然打ててなかったイチローがセンターに芸術的なタイムリーを放って勝ち越すっていう、本当になんかもう劇的なドラマのような決勝戦でした。鮮明に覚えてる方も多いんではないかなと思います。見てましょう。